女子部屋のまこさんの動画をご自身で見てどう思いましたか？すごいわかりやすく話が編集されてるって思いました。なんか大した話も喋ってないのに、なんか面白い感じになっていて、すごいなって思いました。あと、動画によっては1万回ぐらい再生されているようなのもあって驚きました。嬉しかったです。ありがとうございます。でまた、いっぱい見てくれたら嬉しいです。規制が厳しくなったと言われている YouTube でもギリギリセーフと思われるオノマトペは何ですか？ベスト3形式で順番に発表してください。オノマトペは、あれですよね、擬音みたいなやつかな。なんだろう、やっぱり3位はぐちょぐちょとかかな。となんか濡れてる感じがやっぱりやらしい感じがします。あとはなんかぐちょぐちょだよねみたいなのが、やっぱエッチな本がにも書いてあるから想像しちゃいます。2位はチュパチュパかなって思います。飴とか舐めたりするのもチュパチュパで、こう身近にありそうでというか、使ってもギリギリセーフだけど、なんかこうペッとかする時のチュパチュパっていうのも連想するし、身近なところで使える分エッチだなって思います。1位はピュピュっていうのかなって思います。やっぱり一番想像しやすいし、なんか出てる感がなんかエッチだなって思います。